特に大学生の中で一番大きい大会というか全てをかける大会なんで、まあ、僕ら中央大学っていうプライドを持ってこの大会に意気込んでます。もちろん目標はもう総合優勝ただ一つで、もう一つもちろん個人の種目の優勝も個人選手一人目指してるんで、その中で最終目標としては日大として総合優勝なので、それをしっかり狙っていくよう頑張りたいと思います。やっぱりインカレ1年間かけて練習して目標にしてきた大会なので、全員チーム全員で勝利を狙っていきたいと思ってます。まあ、勝ちにこだわってやっぱり総合的な力は鹿屋が圧倒的に強いと思うので、やっぱり一種目一種目を大切にして一本でも多く旗を上げられるように、国旗を掲げられるように一本一本掲げていった結果、総合的に上回ることは可能だと思っているので、やっぱり一本集中っていう形で一本一本頑張っていきたいと思っています。このチームは学生の大会だけでは収まらないチームなんですけど、世界大会とかアジア大会とか、そういう大会もあるんですけど、やっぱ大学生で一番、大学対抗で一番っていうのは大学生にとって名誉なことだと思いますので、しっかりと走って、まあ、世界を目指しますけど、まずその目の前の目標をしっかり戦っていきたいと思います。圧勝します。はい。